日本ってどんな国？本日のテーマ、人口と寿命。日本の人口は1億2600万人。ちなみに世界各国の人口を見れば、1位中国、2位インド、3位アメリカ、4位インドネシア、5位ブラジル、6位パキスタン、7位ナイジェリア、8位バングラデシュ、9位ロシア、10位メキシコ、11位日本。人が多いな。2、子供と老人の比率。子供 12%、 老人 29%。 子供と老人の数、子供1500万人、老人3600万人。ザ・少子高齢化。3、平均寿命。男81歳、女87歳。日本は世界一の長寿。しかし、日本の健康寿命は男72歳、女75歳。健康寿命って何？健康寿命とは、健康に自立した生活を送れる人生の期間です。ということは、平均寿命マイナス健康寿命、男9年、女12年。つまり、日本の老人は約10年間。そして家族は、長生きの悲劇。4、出生数と死者数。出生数84万人、死者数127万人。日本人の主な死亡原因は、1位がん、2位心疾患、3位肺炎、4位脳血管疾患、5位認知症、6位腎不全、7位自殺。生まれる人より死ぬ人が多い。つまり、人口減社会。結論、日本は人口が多いけど人口が減っている。日本は人口が多いけど子供が少なく老人が多い。日本は長寿だけど寝たきり老人が多い。幸せって何だろう。